皆さんこんにちは、創作折り紙作家のダーちゃんです。いつもねおなじみのこちら私のマスコットキャラクターカッピーなんですけど、そちらに続いて新たなマスコットキャラクターカッピーの相棒ができました。はい、こちらです。じゃーんと、はい、うさぎのうさっぴです。でこちらね、前にもうさぎの動画、こちらねお座りうさぎで登場しましたが、結構ね人気で、さらにキャラクターにしたいと思い、そうさせてもらいました。でファンの方にねお名前とかプロフィールとかを考えていただいて、うさっぴという名前になりました。今後ともカッピーとうさっぴをよろしくお願いします。なので改めてねこちらうさっぴの折り方を紹介したいと思います。16ミリ中の丸シール2枚黒く塗りつぶします。はい、そうしましたら黒く塗ったこの丸シールを使ってここ数ミリ切ります。で反対も同じように切ります。はい、そうしたらこの4つの角を少しこのように角を切って丸みをつけてください。はい、ちょっと置いときます。もう一つ同じものを作ります。そうしましたら次8ミリの丸シールを使ってこのように数ミリでこのように切り込みを入れてピザの形みたいにします。でここに貼り合わせます。あとは5ミリの白、極小の白を使ってここ貼ります。もう一つ同じものを作っておきます。はい、では顔折ります。こちら 7.5 センチです。こちら向きにして半分に折ります。はい、では戻します。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折っていきます。はい、向きをちょっとこちらへ変えます。それではこの縁から1センチ下に折り筋がつくように角を折り上げていきます。次はこの上の角をこの下の縁より1センチ下、もう少し下でもいいですに合わせるように折っていきます。はい、ちょっとはみ出るように折ってください。はい、戻しまして、この角をこの折り筋に合わせて折ります。ここまでできましたら、この糊を使ってこの上の部分をこのようにざっと糊付けしまして、
折り戻します。はい、次この2つの角を少し斜めに折ります。こういう感じで折ってください。そうしましたらまたこちらもちょっと塗り付けして貼ってください。はい、裏返すと顔が出来上がりです。それではこちらも 7.5 センチ体です。こちら向きにして半分に折ります。そうしましたらこの上の角を支点にこの斜めに折っていくんですけど、ここ約2センチこのライン上で折ります。はい、反対も同じように折ります。そうしましたら裏返します。ここの角、ここを支点にこちら斜めに折るんですけど、ここだいたい3ミリから5ミリになるように開けるようにして斜めに折ってください。こんな感じです。でこちらも同じようにして折ります。はい、こういうふうに折ります。はい、そうしましたら裏返します。ちょっと一旦これ使いますけど、ここ、この角とここ、こちらも同じように4箇所ちょっと先にのり付けしておきます。そうしましたらここの縁からだいたい 3,4 ミリほどで一旦折ります。はい、そしたらここの角、ここの角も少し折ります。はい、こちらも同じようにして折ってください。体は出来上がりです。次は手を折ります。こちら 7.5 センチを半分に切ったサイズ、こちらこの幅で長さで3つ折りします。はい、こう折った時にこことここの幅を同じにします。そしたら縁と縁を合わせて折りますけど、その前にここを折り付けしてください。で折ります。はい、そうしましたらこの4つの角を少し折っておきましょう。ちょっと細かいですけど、難しい人はハサミでパチッと切っても OK です。これで手は出来上がりです。次は耳を折ります。はい、今度はこちら向きにしてこの角、この角ね、支点にこう三つ折りしていきます。この下を支点にしてください。で斜めにこういう感じで折ります。最初はもうこれ適当に折ってから、でこちらを折るんですけど、このように縁を合わせて折ってみて戻します。でちょっとここずれてたら微調整してください。でこちらをのり付けして貼り合わせます。はい、そうしましたらこちらの先
もう少しちょっとちゃっとのり付けしまして、7ミリから1センチほどで折ります。同じものをもう一つ作ります。それでは組み立てていきます。こちら耳、このあたりざっと1センチから 1.5 センチのり付けして、耳ここ貼ります。こんな感じになってます。で、角度は自由に、こういう風に垂れ耳にしてもいいですし、ちょっとね横向きにしても OK です。ちょっとこれぐらいにしといて、もう一つ、はい、のり付けして貼ります。ちょっと立てておきます。はい、そうしました。続いてこのあたり、真ん中あたりをちょっとざっとちょっとのり付けします。で、ここなるべく真ん中に行くように、で、このここの幅の真ん中あたりに行くように貼ります。貼ったらこの縁に合わせてこのように折ります。そうしましたら、ここも真ん中から上ざっとのり付けして、ここへ手と手が少しかぶるように貼り合わせます。はい、先ほど作った目をこのあたりに貼ります。調整します。お花は、まあ、自由ですけど、今回ピンクのペンを使って蛍光ペンを使って花を描きます。これで完成ですけど、こちらねダイソーさんに売っているこういうパステルマークステッカーみたいな、ピンクあるので、これを使ってね、こういう感じでちょっと2枚めくりまして、ほっぺをつけても可愛いです。はい、これでウサッピ出来上がりです。よかったら作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。